こんにちは。マカティでヘアサロンマネジメントと日本のサロングッズの卸しをしておりますやっさんです。今回は前回のカルティマールマーケットの続きです。久々に美味しい海鮮ちゃんぽんを食べて、ビールは我慢して、とても広いマーケット内をまた歩き回ります。2021年1月の第4週夕方ちょっと前、マニラは未だ GCQ ソフトロックダウン中とはいえ、多くの車そして人が集うカルティマールマーケット、今度は北から南に向かって違うところを通っていきます。ここは自転車エリアが並んでますね。このロックダウンで相当儲かったんじゃないですかね。今も多くの人が物色をしております。私はスルー。多くのパーツも並び、日本のシマノが有名だったんじゃないですかね。で、そのすぐ隣がアクアリウムエリア、水槽とか金魚とかが並んでますね。と思いきや、ここはすいません、爬虫類が苦手な方はここをスキップしてください。ヘビですね。なんやらパイソンとかいうニシキヘビの種類ですかね。このトカゲはまた愛嬌がありますね。では中にちょっと入ってみましょう。お、白いニシキヘビ、縁起良さそうですね。これはまたスターウォーズのジャバザハットみたいですね。何見てんだよという顔つきですが、成長するとこうなります。いや、ならないよ。はい、先に進みます。ここはニャンコワンコのグッズですね。餌もいっぱい並んでますね。先ほどのように珍しい爬虫類を扱う店舗はほんのわずかですが、こういった一般的なペットショップがずらーっと並びます。ウェットマーケットも完全に閉じた平日の夕方前なんですが、駐車場はどこもいっぱい。こんな GCQ の時でも車で来られる方はちょっと駐車に時間がかかるかもしれませんね。だんだん中の方に入ってくると、随分とワンコの声が響いてきます。そしてちょっと匂いも出始めましたね。我が家に娘が残していった水槽、ちょっと物寂しいのでいろいろと物色をしていたら、面白げな水槽屋さんを見つけました。こういった水槽がずらっと並び、平均的価格は3500ペソぐらい。こんな流木を利用したようなものもたくさん売っております。このデメキン、バブルアイって言ってましたね。そして他のちょっと大きめな金魚は全て550ペソと言ってました。このちっちゃいテトラっていうんですかね、こちらはつがいで350ペソ。そしてどんどん獣エリアに入っていきます。この辺まで来るとちょっと匂いが強くなりますね。あら、にゃんこ逃げ出してるじゃんと思ったら、これは単なる野良猫ですね。紛らわしい。そして出ました、さっきからワンワン吠えて駆けずり回ってるこのワンコ。名前はよく知りませんが、お値段を聞いたら3万5千ペソだそうです。その隣には癒されるウサギですね。結構種類がいるように見えたんですが、どのウサピョンもつがいで700ペソと言ってました。その上にひしめき合うはインコ、こちらはつがいで600ペソで、その隣ジェリーはつがいで400ペソ。ジェリーといえばトム、まあ似てませんね。似てるといえばこの上の黒猫はジジっぽいですね。キキ見て見てって目をしてますね。ここのショップにいたニャンコは種類によって随分と値段が違うようですが、こちらのほんと癒し系の子猫、1万2000ペソだそうです。この通りの中間あたりにトリミング屋さんがありました。そしてこの通りもうしばらく続きます。またウサギですね。その横にはこちらはモルモットでしょうか。モルモットもウサギ同様つがいで700ペソだそうです。こちらはまた生かしたヘアスタイルですね。ウルトラマン太郎もやっつけちゃいそうな威圧感です。どうしたんでしょうか、何があったんでしょうか。やる気全くなさそうですね。ハスキーの子犬、やはり成長すると随分と大きくなるそうですね。ちなみにお値段1万8000ペソ。こちらの白いワンコ、名犬ジョリーのように大きくはならず、成長しても片手で持ち上げられるぐらいだそうです。ちなみにお値段1万ペソ。そういえばこのお兄さんに、この犬はとてもスマートだよ、ライカユーと言われましたが、私は犬並みですか。まあ犬のようといえば、こうやって酔っ払って寝ているおじさん、
夕方の下町とかよく見かけましたが、ロックダウン後本当に見かけなくなりましたね。まあおまわりさんに怒られるんでしょうね。ちなみにこのフレンチブル5万5000ペソだそうです。他にもこの鳥が少しスペシャルだそうで、1羽で3500ペソ、こちらは多めになるんですかね、1羽で4500ペソ。そしてなんとこちらでお休みいただいてる方が破壊神ビルス様ではないですね。でも似てますね。ところでこの検査キット、とあるペットショップで使っていたのを写真を撮らさせてもらったのですが、何これ PCR チェックと言ったら鼻でノーと笑われ、パルボバイラスチェックと言ってました。ペットショップによってはこうやってしっかりと購入前にウイルスチェックをしてくれるみたいですね。あとはこれちょっとキモかったんですが、コオロギです。爬虫類とかの餌にするんですかね。こちらはイグアナでしょうが、何でしょうね。こういうの見るとショッカーの死神カメレオンとか思い出しちゃいますよね。はい、以上がカルティマールペットセンターでした。で、この右側をちょっと行くとカルティマールの端っこ、グリーンエリア。こちらには観葉植物とその土や肥料、植木鉢などが安く売ってるそうですが、すいませんが私全く興味がなかったので値段も聞かずに素通りをさせていただきました。いやはやここも水はけ悪いですね。はい、マーケットを出ました。ではこのまま来た道、リバータットとは反対側のフィルピアット・ブエンデアに向かって歩いていきます。カルティマールマーケットは LRT ステーションのリバータットとフィルピアットの中間ぐらいにあります。どちらも徒歩で5分ほど。それほど買い込んで荷物になる予定がなければ、公共の交通機関を使って散歩がてら気軽に来れる場所でもありますが、大統領そして市長が変わり、その前を知る者として見たらこういった下町も綺麗に安全にはなりましたが、油断は大敵です。はい、今回はここまで。カルティマールマーケット後半はペットショップエリアを中心に紹介をさせていただきましたが、ある意味命のやり取りの場所なんだなぁとも感じました。ペットを飼われる方はぜひとも責任を持って、そしてこの番組へのチャンネル登録、いいねは何の責任もいりません。お気軽にどうぞ。ではまた。